足りない？パン持ってあげた方がいい？おお、めっちゃ欲しがってる。あ、え、あ、やば、混ざっちゃった。やばい、混ざっちゃった。だからベッド3個だったってこと？わあ、わあ、生まれた。誰の子だ？いやいや、2人の子でしょ、ほら。でもなんかすごい懐かれてる。違うよ、僕はお母さんじゃないよ。こっちこっち。なんかめっちゃ見られてる、気まずい。僕の子じゃないよ。ミオちゃんだ。助けて。助けて、ミオちゃん。足りないもんある？吹雪。マップアートのお手伝いだ。いや、ミオちゃんたちにはミオちゃんたちでやることがある。社長である僕がしっかりしないと。ミオちゃんに頼らず僕は子供をたくさん増やす。あ、社長、なんか足りないものがありますか？何かな。今は平穏な心が欲しい。可愛いミオちゃんの応援が欲しい。それは欲しい。フブニャ？やはりフブニャのだって欲しいさ。ちょっとキモいかな。はてなはてなはてな。ちょっとキモか。社長、ガンバガンバ。う、最高。う、社長、ガンバガンバ。社長、え、白髪にも。吹雪、完成まで寝ちゃダメだぞ。う、ふぶにゃ、ふぶにゃまでうってしてる。完成まで寝ちゃダメだ。はい、完成まで寝れない。今日は徹夜だ。いやー、取り立てが楽しみですね。取り立てが楽しみだ。リグロスのリリカちゃんも絶対ダイヤ掘り似合うと思うから来てほしいな。白髪はもう名字が一条の時点で完全に白髪の脳内でカイジの一条が笑ってるっていう。一条って感じなんで。ところがどっこい、これが現実ですって言ってほしいんですけども、ぐにゃりさせたいという気持ちが、一条社長をぐにゃりさせたいというね、気持ちがあるんですけどもね。一条ちゃんはすごく泣かせたい感じがしますね。なんか漂う、漂う、なんとなくみこち臭を漂ってるので、不憫かわいいなところを社長、社長には見出しているので、もしねマイクロに来ることがあったら、ぜひ債務者として、アイランド行きにしたいなと、思っております。これは、一条社長には内緒にしといてください。チクるんじゃないですよ、ストンブ。チクらないでくださいよ。そんな吹雪先輩がこんなこと言ってましたよみたいな、やめてくださいよ。